3、2、1、どうぞ。33基の街路灯にブルーとホワイトの LED イルミネーションが点灯いたしました。9基のプロジェクションライトを使用し、歩道上に映し出しています。改めて簡単な自己紹介をお願いできたらと思います。西武ライオンズの藤原良平です。皆さんあんまり、知らないとは思うんですけど、もう7年間、ライオンズで、野球をやらせてもらってます。今年少しだけ頑張ったんで、来年もうちょっと頑張れるようにいきたいと思います。同じく7年目の斉藤翔吾です。あんまりうまく喋れないんですけど、寒い中お越しいただきありがとうございます。少しでも楽しんでもらえるように頑張ってトークをするので、しっかりと聞いて帰っていってください。お願いします。今年は一軍で、やっと1勝を挙げることができて、とても、野球をしてきた中で、充実した1年で、また課題も見つかった1年でもあったんで、そういう意味では、いい1年でした。自分も今年が一番、1軍で試合にも出れましたし、すごい自分の中でも成長できた1年だったので、すごい濃い1年だったなと思います。はい、はい、変化球の曲がり具合ですかね。曲がり具合、はい、どんだけ曲がるか自分でもちょっと分かんないんで、はい、それを見てもらえればなとは思います。はい、走る方で、そうですね、まずはしっかりと見ていただいて、その後の、走塁なんですけど、二塁から三塁ベースを回る、はい、曲がりぐらい具合をカーブ、はい、あのカーブ具合ですね、見てほしいなと、はいはい、特にないです特にない、はい、もう練習終わったら、はい、試合終わったらもうすぐ家に帰りたい。本当ですか。はい、最高とはそこそこです。そこそこ、はい、なんか仲が良さそうですけどね、お見受けするとどうですか。たまたまそう見えるだろう。そうですか、はい、そうですね、いつも良平さんに行きましょうとか、どっか行きましょうって言うと断られちゃうんで。本当ですか。悲しいんですけど、来年は、ね、たまには誘いがあればぜひぜひ行ってください、はい、よろしくお願いします。はい、朝グラウンド行くときに、西所沢の、うん、踏切を越えていくんですけど、その時に、晴れてる時は、正面に富士山が見えるところがあるんで、そこが一番好きです。じゃあ斉藤選手何か。はい、西武ドームです。さすが。はい、僕は結構食べるのが好きなんで、はい、ご飯がご飯を作るのが美味しい、ん？なんて言えばいいんですか。ご飯が美味しい人です。あ、料理が上手な人、はい、料理が上手な人が、はい、思いやりがある人なんかいつも僕はもうその通り言ってるんで、決して ね、正直にね、そうですよね、はい、来年は、この通りを、優勝パレードできるように、はい、頑張りたいと思うんで、はい、今年以上の、ご声援をよろしくお願いします。はい、今日は本当にありがとうございました。気をつけて帰ってください、はいはい、拍手でお送りくださいませ。本当に今日ありがとうございました。初めて、こういう点灯式っていうのに参加させてもらって、寒い中ファンの皆さんもたくさん来ていただいたんで、本当楽しく、はい、できてよかったと思います。はい、本当に寒い中来ていただいたんで、頑張って盛り上げようと思ったんですけど、あんまり不発してしまったので、また機会があればリベンジしたいなと思っています。でも本当に今日はたくさんの方に来ていただいたので、嬉しかったです。はい。